皆さん、こんにちは。このビデオは日本語能力試験 N3 練習問題、文法のナンバー6です。じゃあ始めましょう。問題1、次の文の括弧に入れるのに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。考える時間は15秒です。答えは2番、めぐって、環境問題をめぐって参加者から多くの意見が出された。環境問題をめぐって参加者から多くの意見が出された。環境問題をめぐって参加者から多くの意見が出された。答えは3番、いただいて。最近は体の調子も良くなり、何でも美味しくいただいております。この人は前はちょっと体の調子が悪かったです。ですからあまり食べられませんでした。でも最近は体の調子も良くなり、何でも美味しくいただいております。いただきますは謙譲語、ハンブルエクスプレッションです。召し上がります、上がります、おっしゃいますは尊敬語です。他の人について使います。ですから答えは3番、いただいております。最近は体の調子も良くなり、何でも美味しくいただいております。答えは4番、お試しください。客、お客さん、カスタマー。わあ、このハム、美味しそう。店員、お店の人。先月発売されたばかりなんです。よろしかったら、お試しください。お試しください。Please give it a try. わあ、このハム、美味しそう。先月発売。発売は売り始めます。お店に出します。マーケットに出します。という意味です。先月発売されたばかりなんです。よろしかったらお試しください。これはお試しになってくださいは OK です。それからお試しになりませんかも OK です。答えは3番、入れた。 A さん、おかしいな。B さん、どうしたの？何探してるの？何を探しているんですか？ A さん、朝、カバンに入れたはずなのに、財布が入ってないんだ。私は朝、カバンに財布を入れたと思いました。でも、入っていません。朝、カバンに入れたはずなのに、財布が入ってないんだ。おかしいな。どうしたの？何探してるの？朝カバンに入れた
はずなのに、財布が入ってないんだ。答えは3番、たまらない。先週発売された携帯電話が欲しくてたまらない。たまらないは、ワーブの定フォーム、イーアジェクティブ、くて、ナアジェクティブ、で、に接続、コネクトします。意味は、とても、とても、とても、です。で、お腹が空いてたまらない。とてもとてもとてもお腹が空いています。眠くてたまらない。とてもとてもとても眠いです。好きでたまらない。とてもとてもとても好きです。先週発売された、発売しますは売り出しますという意味です。発売された携帯電話が欲しくてたまらない。先週発売された携帯電話が欲しくてたまらない。答えは1番にわたる。週末は関西から関東に渡る広い地域で大雪が降るでしょう。関西は大阪や京都、奈良がなどがある地域エリアです。関東は東京や横浜、千葉などがあるエリア地域です。週末は関西から関東に渡る広い地域で大雪が降るでしょう。ナウンプラスに渡るは何々のすべての場所、または何々のすべての期間。例えば1ヶ月に渡る、1週間に渡るなどと使います。週末は関西から関東に渡る広い地域で大雪が降るでしょう。答えは1番、せいで。太ってしまったせいで、お気に入りのスカートが履けなくなった。お気に入り、好きな。太ってしまったせいで、お気に入りの好きなスカートが履けなくなってしまいました。プレインフォームプラスせいでは、何々が原因で、悪い結果、リザルト。悪い結果になった時に使う表現です。Because 太ってしまったせいで、私は太ってしまいました。そのせいで、太ってしまったせいで、お気に入りのスカートが履けなくなった。問題に、次の文の星のマークの部分に入る最も良いものを1,2,3,4 から1つ選びなさい。考える時間は20秒です。答えは1番です。急にお腹が痛くなったので、うちにある薬を飲んだが、
良くなるどころか、だんだんひどくなってきた。どころかは自分が期待、expect、期待したことと反対、opposite、反対の結果が出たときに使う表現です。薬を飲んだらお腹の痛み、お腹が良くなると思いました。でも、良くなるどころか、だんだんグラジュアリー、ひどくなってきました。急にお腹が痛くなったので、うちにある薬を飲んだが、良くなるどころか、だんだんひどくなってきた。急にお腹が痛くなったので、うちにある薬を飲んだが、良くなるどころか、だんだんひどくなってきた。答えは2番です。これを食べたら太ると知りつつ、ダイエット中なのにまたケーキを食べてしまう。バーブのマスフォーム。つつは何々ながらと大体同じ意味です。これを食べたら、このケーキを食べたら太ってしまいます。太ってしまうと知りながら、知っていながら。でもケーキを見るとまた食べてしまいます。これを食べたら太ると知りつつ、ダイエット中なのにまたケーキを食べてしまう。これを食べたら太ると知りつつ、ダイエット中なのにまたケーキを食べてしまう。答えは4番です。どうしても仕事を休むわけにはいかないので、薬を飲んで会社へ行った。どうしても、no matter what, or by any means, わけにはいかない。わけにはいかないは理由、reason があって、何々できないという意味です。どうしても仕事を休むわけにはいかないので、どうしても仕事を休むことはできないので、薬を飲んで会社へ行った。どうしても仕事を休むわけにはいかないので、薬を飲んで会社へ行った。問題3、次の文章を読んで、文章、パラグラフ。文章全体の全体ホール。内容、コンテンツ。内容を考えて、11番から15番に入る。最も良いものを、1、2、3、4から1つ選びなさい。考える時間は25秒です。答えは4番です。皆さんは新しい言葉や漢字をどうやって覚えていますか？言葉を覚えるのは大変ですね。これから覚えるのが苦手な人でも、苦手、上手じゃない、苦手な人でも簡単に
覚えられるように、言葉や漢字を簡単に覚えられるようにポイントを紹介します。皆さんは新しい言葉や漢字をどうやって覚えていますか？言葉を覚えるのは大変ですね。これから覚えるのが苦手な人でも簡単に覚えられるようにポイントを紹介します。12番の答えは2、13番の答えは3です。これは、これ、言葉を覚える簡単なポイント。これは言葉だけに限らず、限らずは何々だけではない、not limit to という意味です。これは言葉だけに限らず、言葉だけではなく、何かを覚えるときは、頭の中にできるだけ as much as possible たくさんの刺激を与える。与えるはあげますという意味です。刺激を与えるようにします。何かを覚えるときは、頭の中にできるだけたくさんの刺激を与えるようにします。面倒だと思うかもしれませんが、それが最も、most、一番、最も有効な方法です。これは言葉だけに限らず、何かを覚えるときは、頭の中にできるだけたくさんの刺激を与えるようにします。面倒だと思うかもしれませんが、それが最も有効な方法です。この方法については次に説明します。14番の答えは1、15番の答えは4です。例えば、for example、新しい言葉を覚えるとき、ただ、only、教科書を見るだけではなく、教科書、textbook、声に出して読みます。それから、紙に書いて覚えた方がしっかり覚えられます。教科書を見るだけでなく、声に出します。声に出して読んで、それから紙に書いて、覚えた方がしっかりはちゃんと覚えられます。覚えることができます。なぜなら、because、目に加えて、加えてはプラス、add、目に加えて、口、耳も同時、same times、同時に刺激することになるからです。例えば、新しい言葉を覚えるとき、ただ教科書を見るだけではなく、声に出して読んで、紙に書いて、覚えた方がしっかり覚えられます。なぜなら、目に加えて、口、耳も同時に刺激することになるからです。
今まで読んだことで分かったことは何かを覚えるときは、できるだけいろいろなところを刺激するのが一番最も有効なエフェクティブな方法です。例えば、言葉を覚えるときは、見る、漢字を見る、言葉を見るだけでなく、その言葉を声に出して読んで、それから紙に書いて覚えた方がしっかりちゃんと覚えられます。なぜなら、目に加えて、目、それから口、耳も同時に刺激することになるからです。今日は以上です。お疲れ様でした。